若さってなくなっちゃうもんなのかな。66席の小さな映画館は函館の市民と共に歩んできた。上映作品はヒット作からアニメ、ドキュメンタリーなど幅広い。 SNS で届く市民の要望で上映作が決まることも。多様な映画を見てもらいたい、それが代表菅原さんの思いだ。1996年市内の劇場が次々と閉館する中、菅原さんたちの呼びかけに市民を中心に470人から700万円の寄付が集まりスタートした。チラシ1枚、ね、手に取って、これなんだろうこの映画って思うだけでも重大なことなんじゃないのかな。とにかく映画を見ようと思った時にこの場所でシネマアリスが映画をやってる、やり続けてるってことが大事だと思うんですけどね。劇場を支えるスタッフの多くは地元のボランティアたち。さらにシネマアイリスは函館の人たちと5作もの映画制作を行ってきた。原作は地元出身の作家佐藤康。大丈夫？何かあった？いずれも函館市内でのロケにこだわり、この街に生きる人々のリアルを描いた。制作現場には総勢500人を超す市民が参加し、炊き出しやエキストラ出演などで支えた。完成した作品は国内外で高い評価を受け、佐藤康氏の再評価にもつながった。シネマアイリスはこれからも市民と共に町の映画文化を育んでいく。